皆さんこんにちは、文化盆栽園新垣です。今回なんですけど、前回ですね、お客様から、依頼されたというガジュマルの4つのうちの2つですね、こちらの2つの、剪定の方をしていきたいと思います。こちらの方が針金をかけるかなという感じですね。作業内容としては、こちらの半圏外のガジュマルの方はまず強めの剪定をして、でこのキネですね、枝とか、胴から吹いたキネを剪定してすっきりさせるような作業になります。でこちらのコバガジュマルの株立ちの方なんですけど、こちらはある程度追い込んで切り落として、針金をかけるところがあれば少しかけていくという感じですね。ではですね、作業に入っていきたいと思います。こちらの半圏外のガジュマルの方は今日の作業は終了ですね。あとは明日か明後日あたりにですね、根っこを整理して植え替えていきたいと思います。こちらの方ですね、ではですね、始めていきたいと思います。結構追い込みました。こちらですね、商品盆栽にするんですけども、やはりですね、ちょっと間延びが強かったので、一度結構追い込んで使う枝をですね、また選び直しながら枝の配置とか動きを作っていくような感じになります。株立ちなんですけど、こういう風に少し前に傾けてですね、この芯の部分を強調できるようにこう前に傾けていきたいと思います。で左流れですね、左の方向に少し強めに流すような感じですね。芯の幹がこう左
左に流れてますので、あとはですね1日2日後にこちらも根っこの処理をして植え替えていきたいと思います。今回の作業は終了ですね。チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。